キチャンネル。最初何ですか、はい、今から発表します、はい、知らないっていう。ジョッ、こんにちは。何すか知らないってどういうことですか。今から何の動画撮るんですかって、今から動画内で言いますみたいな。そうだよ、もう今みんな知ってるから何撮るか。分かった、サムネ見て、うん、私知らない今何撮るか。でねえ、まあいいです、はい、教えてください。いいですか、何の動画ですか、はい、今日の動画ですね、はい、なぜセリーグの方が盗塁数が少ないのかっていう動画です。あ、今そうなんですね、はい、まあ、今っていうか、まあ、うん、セパで考えると、うん、セリーグの方が絶対値の盗塁数が、はい、まあ、低い傾向があるっていう、はい、絶対じゃないけどね、うんうん、なぜかっていう。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。はい、はい、懐かしいですね。それ私も世代でしたよ、結構、はい、なんでだろうな。現状で言えば、はい、セリーグの今一番トップの盗塁数は、はい、今日現在、はい、ヤクルトの28個で、20個を超えてるのが阪神の27、うん、で広島の24、うん、で次が巨人の14で、中日12、 DeNA が9になります、はい、だ一番多いのが28、はい、で、パリーグ、うん、現状今一番多い盗塁が多いチームは、楽天の39。ああ、楽天前まで本当少なかったのに。で次が西武の33、はい、で次が日本ハムの29、うん、でロッテの27、うん、ソフトバンクの23、うん、でオリックスの21というところで、はい、もう10代なんかないの、全然多いですね、うん、パリーグの方が。だからパリーグの方がもう、30超えてるチームが2チームあるし、はい、でも日本ハムもあと1個で30、ロッテも27だから、はい、セ・リーグの一番多いのが28だから、うん、あのパ・リーグでいうと28個だと4位になっちゃう、はい、へえ、そんな違うんだ。なんでこのそういう傾向が、うん、出るのかっていうね、はい、それは明確に理由があるんですか。 あります、まあ、でも考えられるのは、うん、ピッチャーの違いというか、うん、ピッチャーの傾向の違い、クイックとかってことですか。クイックとか、まあ、クイックが速い人が多い方が盗塁はしにくい、うん、もちろんね、もちろん、うん、はい、でもそんなピッチャーなんてドラフトで分けられるので、うん、こう、でもよく言いますよね、パワーピッチャーがパリーグが多いとか、うんうん、二高派が多いとか、うんうんうん、でもストレートが速い方が、ストレートの方が通りしづらいから、ね、しづらいですよね、球速速いですからね、うん、で現状パ・リーグでは、うん、周東が15個で1位、はい、で殿崎12、小深田11、うん、山崎剛11、はい、で磯畑10、うん、で茶野が6、辰巳6、で富杉5、はい、岡5、うん、鈴木翔平5、うん、和田5、うん、これがまあ10決、はい、でセ・リーグは近本8、うん、西川6、中野6、岡林6、佐藤5、秋山4、山田4、浜田4、並木4、重信、小畑、菊池、竹岡、上本、山崎、門脇、丸山、初期、関で、初期までが3で10位、はい、あの近本選手も8なんですね、今そう、1位がね、だから要は倍違うのよ、違いますね、1位だけど、10まだ誰も行ってないから、ね、うん、なんで、なぜでしょう。ヒントください。ヒント、ヒント、ヒント、ピッチャー、うん、ピッチャー系ピッチャー系じゃないです。作戦系はあるね。作戦系あります。うん、これを知ってると、はい、このまたプロ野球ニュースでの MC の質が上がっていくね。作戦系、ここあ、そこ目つけますかっていう、うん、あ、あれかな、そのチームが、うん、そのグリーンライトなのか、うん、もう全部監督のサインなのかの作戦名の違い、うん、まあ、でも基本ね、盗塁っていうサインそんなないよ。あ、そうなんですか。うん、もう今走れみたいな、はい、そんなないね。でもかん、なんか指示がないと走っちゃいけないみたいなチームあるじゃないですか。そう、グリーンライトが出ないとね、はい、うん、でももう自分が行けるときに任せるよ。でもセ・リーグとパだから、うそうですよね、それでも監督の違いですよね。、うん、そのチームとかだったらあるんだけど、はい、セとパだから、だからセとパの違いってじゃあ明らかにどこが違うかっていうと、 DH かピッチャーが、うんうん、そこに入るかなんですよ、うんうん、分かった分かった分かった、野手
手が1人少ない分だ、あのピッチャーが9番とか、うん、まあ、8番とかに入るので、うん、1人だから塁に出る回数が他の方が多い、うん、だからその分盗塁も増える。でもそこに足が遅いやつ、足が速いやつばっかりじゃないよ。でもトップも倍違うんだよ。まあそうですね、トップ違いますね、うん、いやそれでもやっぱもう作戦じゃないですか。作戦、はい、作戦じゃないですか。正解発表します。はい、もうお願いします。もう6分経ってるんでちょっと早く知りたい。もう考えても分かんないですわ。まあこれは俺の考え方だけども、はい、セリーグっていうのは俺はもう交流戦ね、今やってるけども交流戦やってると思うのが、はい、まあね、袴田さんも半分ぐらい正解なんだけど、はい、DH がないからピッチャー入るじゃん、はい、ってなった時に盗塁するのは 1,2,3 番だけなのよ。ああ、はい。もう、うん、7,8 のやつとか盗塁しないから、うん、それなんでかっていうと、はい、もし2アウトとかで盗塁しちゃうと、うん、次ピッチャーから始まったりとか、はい、あだから無駄に盗塁したアウトになると、はい、次のイニングからピッチャーから打席とかになっちゃうから、うん、走れるやついても走らせれないのよ。あ、ちょっともったいないってなっちゃうんですね。そうそう、もうこれはピッチャーで終わった方がいいから、うん、走れるけども走らして万が一アウトになっても、うん、もしくはわざわざセカンド行っても、はい、わざわざ三塁盗塁しても、うん、どうせ2アウトでピッチャーだから、うん、どうせ点入んないのに、はい、そんなギャンブル的な盗塁意味ないじゃんみたいな、うん、それだったらもうピッチャーにおとなしく終わらせて、うん、次1番から始めようってなってくると、うん、はい、これ下位打線の盗塁っていうのが増えないんだよ。あ、策的にでも、だから結局 1,2,3 の上位しか盗塁のチャンスがないっていうところと、はい、あと昔みたいに赤星みたいな絶対的なアスリートランナー、うん、ヤクルトの福地さんとかいたらそうだけども、はい、まだアウトになる可能性があったら、うん、これクリーンナップがしっかりしてるところで、うん、無理に走らせない方がホームランで2点取れるなみたいな、うん、っていうのもあるから走らせないってことになると盗塁数が増えていかないんだよ、はい、でもパリーグは、うん、DH だからピッチャー入んないから9番とか走れるから、はい、はい、いやどこからでも別にそうそう、で無理に 1,2 番に、要は 1,2 番に置かなくても9番とか8番に足早いやつ置いてそこから上位に回そうみたいな、うん、だから茶野が後ろ行ったりとか、はい、あとは周東も下位打線に行ったりとか、はい、その下位打線から盗塁してっていうのがあって、別にアウトになっても、まあ、どっから始まってもそんな変わんないじゃん、はい、だから9番にピッチャーがいないから、あの策的にも下位打線も789もどんどん走らせれるからチーム数の盗塁数が変わってくる、うん、あ確かにそれ全然違いますね、うん、結局そこでしか走れないか、はい、どこからでも走れるかっていうね、うん、この DH があるかないかの攻撃パターンは、うん、このチームの盗塁数っていうところでは大きく変わってくるし、うんうん、まあ、1人ずつの盗塁数はもう所詮その選手の能力だから、はい、結局多分周東がセリーグにいたら、うん、セリーグで周東は十何個だけ盗塁多分してると思うね。きっと1番とか2番とか設定してるんでしょうね、まあ、もちろんその選手の個人的能力っていうのももちろんあるけども、うん、はい、構成上盗塁しにくい。あ、それは確かにありますね。だから多分今言ったセリーグの盗塁してる人たちほぼほぼ 1,2 番とか 1,2,3 番だと思うよ、うんうん、まあ、1位近本選手でしたもんね、うん、1番ですよね。で近本でしょ、うん、で西川でしょ、はい、で中野でしょ、うん、岡林でしょ、うん、あ、みんな上位ですね、うん、で佐藤輝、まあ、佐藤輝が5番とか6番、はい、で秋山も上位でしょ、うん、山田も上位、浜田、並木上位でしょ、うん、で多分重信とかこれダイソーとかだからね、はい、だからこの4つ以降だとほぼ 1,2 番じゃん。あ、確かに。で、パリーグも多分まあ 1,2 番だけども、周東、殿崎ね、で小深田、山崎、磯畑、茶野とか辰巳、でも茶野、辰巳とか下位打線にいたりするじゃん。そうですね、まあ、結構入れ替わりますからね、うん、上位もあるしね、うん、で友杉、で岡、うん、ね、で鈴木翔平、うん、で和田とかもうダイソーとかでね。あ、でも全然普通に下もいますね。そうそう、下位打線とかもいるわけ、はい、藤岡とかね、うんうん、だからそこら辺はやっぱこのね、うん、あの打線の絡みっていうのは、はい、チームの盗塁数としては金あるから、だから俺はもうパ・リーグとかだったら、はい、一時のソフトバンク、はい、ムネリン、ホンダ、うん、マッチ、長谷川みたいなもう盗塁してきたりすると、はい、え、全員走れんじゃねえのみたいな毎回ランナー気にしなきゃいけないじゃんみたいな感じになって、はい、うん、常にやること多くなるんだよ、はい、でも交流戦でセリーグ行くと、うん、あの、まあ、1,2 だけでいっかみたいな、お、やっぱそういう感覚になるんですね。初回だけかな気になるの、うん、みたいな、うん、あの 1,2 番来るときみたいな感じになるから、うん、そこら辺はやっぱその難しくなくなるんで、へぇ、ランナーを気にするのが、はい、まあ、交流していくと。そうか、じゃあ次のバッターピッチャーに回ってくるからもう盗塁されることはないだろうな、まあ、無理やりこんな無理くりは絶対的にはついたら別だよ、うん、そ、あのダイソーで並木とか出てきたりとかしたら別だけど、はい、普通通りいったらまあ8
走るっちゃ走るかも分かんないけど、そんなもんめちゃくちゃ走ってこないやろみたいな、はい、そしたらまあまあ普通に無警戒さえしなきゃったらいけるだみたいな感じになるから楽だ、はい、あーなるほど。あーでも確かに言われてみたら完全に個数変わってきそうですね。それは全然、うん、やっぱ回が増えるからで、うん、そしたらやっぱチームとしてのやつは変わってくるから、はい、そういったところでも攻撃パターンが、はい、DH がない方が多くなるから、うん、バッテリーとしてはやることが増えるからしんどいし、うん、あのセ・リーグだとやっぱピッチャー打席に入るから、うん、攻撃パターンが少なくなるから、うん、盗塁数も減るっていうところが、うん、そう全部じゃないけど、はい、一つの要素とかは大きいから、うん、交流戦とかで見てみると、うん、面白いね。そうですね、うん、惜しかったですね。だから半分合ってるって言ってる、はい、半分その DH とそこの部分と作戦っていう単語の半分ぐらいですかね、うん、はい。あ、なるほど。あ、でも納得しました。そうやって言ったら、おーって思われる。はい、あ、確かに、うん、だから全部じゃないけどって言ってればいいよ。そうですね、あの反対意見言ってくるやついっぱいいるから。はい、一つの要素としてっていう、そうですね、この枕言葉大事だ。はい、そうですね、まあ、一つ要素になってるよっていうことですね、うん、でも昔はもう本当、赤星とかビビるぐらい早かったからね。はい、ね、あとね、福地さん、うーん、福地さんマジ早かったよ。俺だから交流戦でやってて、はい、セリーグでいや尋常でねえなと思ったのが、うん、赤星と福地さんと、うん、あと鈴木、はい、ジャイアンツ、うん、もう高広さん、うん、尋常じゃないぐらい早かった、うん、あと荒木ね、ああとスターズとか早かったからね。荒、うん、木はなんか走塁足も早かったけど走塁技術も、でも結局さ今の言ってたのほぼ 1,2 番だからね。はい、そうですね、だからもう足がある人、うん、セリーグはもう1番2番にもちろんしないと、しないと、うん、しないとなんか良さ生きないね、うん、だから足が速いやつを7番とかに置いてても、うん、セリーグの野球は良さ生きないから機会がなくないという、うん、そうそうそう、うん、だからそれだったらもうそれがもう思い切ってピッチャー8番にして、はい、9番に足速いやつみたいなね、うん、すると回、まあ、あるかも分かんないけど、はい、7番とか足速いやつはそいつが生かせないからもったいないから、ね、だからセ・リーグの野球の方が足速いやつを生かす打順が決められてるから、うん、はい、そこにはまらないと良さ出ないから難しいかも分かんない、ね、そうですね、うん、とパ・リーグ打力なくでも足で9番置いとくかもね、うん、めっちゃいいからね、はい、だからそういったところを見とくとね、また交流戦も面白くなるん で、 そうです、ね、まあ、この動画がね、うん、交流戦中に出てるかどうか分かんないけどね確かに、うん、いつ出てもいい動画という、そうそう、あるからね、はい、まあ、これはまたね、うん、セ・リーグはセ・リーグ、パ・リーグはパ・リーグの野球を見ておくと、はい、うん、走らせたいけど走らせれないんだよなみたいなね、うん、感じになると、うん、ちょっと目線がクロートっぽくなるから。そうですね、うん、あとあの昔佐藤さんの、あの何でしたっけ、足速っと思った人みたいな動画とかもありましたよね。そうそうそう、あ、 こいつはこれはさせないと思ったの誰ですかみたいな動画も、うん、だいぶもう3年、4年ぐらい前にありましたね、うん、いやだからそれはもう、渡辺俊ちゃんのカープって言って、え、これさせないなと思ったの何ですかっていうので、はいはい、一番最初のね、はい、早いと思ったトップ5みたいなのがめっちゃ昔 で、はいはい、で最近で言うと、うん、あのこれはもうさせないなと思ったのは誰ですかって言った時に、うん、はい、あのいや渡辺俊ちゃんのカープの時って言ったら、はい、あのコメント欄で、はい、誰って聞いてんのに、はい、俊ちゃんのカープっていう謎の答えの変化球みたいな瞬ちゃんさせないのと同じ。そうですね、カーブがこうね、うん、揺れてくるから。だから今だったら鈴木とかね、うん、あ、ニッパームの、ね、あいつの多分カーブが投げてるとしたら、うん、カーブの時、はい、盗塁フリーパスやと思う。そうですね、うん、まあそれで刺したらすごいし、うん、逆に刺されたらやば、うん、はい。であれですね、あの東投手の時はクイック早すぎて盗塁なかなかしづらいみたいな。東、あれめっちゃロッテの東投手めっちゃ、ああ、ロッテの東ね、うん、ああ、そう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 、うん、俺今 DNA の東かなって思っちゃう。ああ、ロッテの東ね。それ見ながら見るとね、うん、面白いからね。そうですね、はい、はい、です。